今ですね、死ぬのが来たところですね。これね、上に出ていかないような感じがするので、横ばいにもなってるからね。というふうに判断しました。で、冷やしで見ました。他見ないようにするね。わかりづらいかな。で、5本まで慌てずね。今消毒して、
これで下がってくればいいね。今168円だから、76円くらい損しちゃったからね。売りを買いにしちゃったね。買いしちゃったね。
大丈夫？寒くない？寒かった？大丈夫？ん？大丈夫？ん？大丈夫？ん？もっと暖かくする。寒いでしょ？ん？大丈夫？これかぶっとかないと寒いでしょ？ん？でしょ？かぶっとかないと寒いでしょ？ね？ね？どう？ウェブキットね。うん。休憩しといてね。
大丈夫？いや？スペアとこい？留守付きいいでしょ？やだ？よーすまーん。うん、なんだって、うん、開ける？向こうね。見える？フォークジョーク。
にゃんちゃんが言ってたね。にゃんちゃんが言ってたとこ。うん。まあ、浜岩先生の豪邸の設計ですね。こう、2階がこう車庫にし、こう倉庫だったけど、こう車庫ね、車庫にして、これ、物入れにするんですね。物入れ、家事室。2階から入るんですね、車はね。ちょっと変わってるんだけど、1階はね、少し道路から落ちてるんで。で、1階は頑丈にね、区切り多い方がいいんですよね。ね、間取りがね、これ。それで、これ狭い狭いけども、私、平屋的なやつが好きなんで、常時ここに大体仕事と寝床でね、いるというですね。で、これ、こっから登っていくんです、公園にね。だから、ここに空きができるんで、下駄箱を置けるわけですね。で、こことここは、だから、出られるわけですね。これ上に上がってるから、こっから上ね。で、洗濯機は2つ必要ですし、これ、洗面ですね。洗面。これもうちょっと広く、こんぐらいでもいいのかな。これ伸ばした方がいい。こう、トイレですね。こう、バブジーは置けるかね。バブジーのやつがね、30万ぐらいで結構安いんで、40万とかね、バブジーってね。安いんですよ。ただ2年間ぐらいしか持たなかったですから、注意しないとね。で、ここは2階から入ってる玄関。2階の玄関ですね。で、場合によってはここ、ペット入れたりする。で、家事室はね、汚れやすいところはここですね。の仕事ですね。で、3階が、ちょっとリビングを広くしたんですね。ちょっと待って。おっと。このとこ見てもらって。ここね、ここですね。うん、こんな感じだね。
これ、この白くって、こう広くした方が丈夫だからね。どうしようかね。例えば、これを。何十なの？途中40だね。このように白くした方がいいかですね。これで10時でしょ。この方が丈夫は丈夫だね。この方がいいかね。耐久性的にね。こうやっておいた方がいいんじゃないかな。耐久性的にね。耐久性的な、これでしょ。どこでコピーしてんだ。耐久的にね。この方が丈夫だよね。ここで複製していて。ここも脱いでね。これこの広くしてこのまま脱いでね。ここにこうやっといて、ここにたくさん収納できる。ここ複製しておいて。で、これも窓ね。窓をこんなにしておいて。このは、丈夫は丈夫なんだな。ね。こちらにしておいて。ね。あ、向きがちょっと面倒くさいから、こうですね。これがいいんじゃないかな。しかしこれ、ちょっと待って。これも広いでしょ。収納場所もたくさんないと、いいんだからね。こうでしょうね。これでストレッチできるかなっていうのがもうね、これストレッチこっちだね。ストレッチ、あの体を鍛えるよね、装置をね。ここに上に置いといてね、今いいんじゃないかな。ちょっと外科の方は録画してるんですいませんね。2つ入ってるとかね。ね、これで、これだったらいいんじゃない？ 2階が駐車場を入れるわけでね。倉庫ってとこは駐車場ね。ね。玄関、駐車場。1階はこうね、こう倉庫広くしたんですけどね、まあ、ペット入れたりした時にいいんじゃないかな。ペットね、それをペットこうやってここ開けとけばいいね。車傷つけられるかな。で、サンダーコードですね。4、5、4、8、9、9、8、1、結構広いよな。
10条、10条。もうこれ言ってた方がいいでしょうね。死ぬ場所は少ないんだよね。こうやって、こうやったら12条にして、ここ死ぬ場所しないといけないかもしれないね。ねえ。これ死ぬ場所つけないかな。で、これ、こっちつけておいて。もめでね。これ複数してね。ね、こういう物入れ大事だからね、こうやってやるのがいいと思うんだ。ね。12、10、10でしょうね。一応リビングだから。これもこう置いとくとね。ね、こんな感じがいいんじゃないかな。半毛先生の豪邸ね。これでね、いくらの予算かって鉄筋コンクリートですから、パトコン中だかね。8.19×8.19。はね、この3だけね、の割る 3.3。 60つもね、かけるところだったのパルコンで180万だったっけ。かける180万か160万、1億976万ですね。この当てがあるんだね。このガードがかかるんで、まあ、多めに見て160万から180万ぐらいかかる。1億976万です ね。約1億円ですね。ハルコン住宅にするんですね。ちょっと左のバイクも価格が上がってきたね。まあいいですね。約1億976万ですね、うん。3階建て。屋上もつけるんですね。屋上はプール。ね、まず2階でしょ。車庫。これは車庫で、車庫、倉庫じゃなくて車庫ね。ないんでね、期日がね。で、家事室。1階はこうですね。キッチンとかね。常時いる部屋ですね。で、2階ね、倉庫じゃなくて車庫ね、これ。それで3階はこう。どうですかね、これもうちょっとこっちつけた方がいいのかな。ね、地獄さがね。で、これ、こうやると。もしこれ何時なの？これあと8時になるのか。8時にして伸ばしたらどうなる？これもちょっと広くしたいような感じするよね。結構8時広いからね。こうやっといて。これも物入れにして、
このまま下どうかな。このあと15時だからね。このぐらいのがいいかな。で、これこう。もういいね。あ、しんどいとこになっちゃった。これだな、15時ぐらいかな。こんな感じで、3階はこんな感じでいいかな。2階ですね。これで1億だからね。税金含まれてですね、大体ね。これで1億かかるか。上ね、プールもつけるからね。別にね。かな。まあ一応ちょっと僕はこんな感じですね。本間先生の工程の間取りですね。浜岩先生の豪邸の設定ですね。ここ、向かいがこうしゃ、
はい、うまく落ちてますね。ちょっと仕事やりながらやってました。すいませんね。あんまり岩先生です。